はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。自然菜園ライフスタイルチャンネルの竹内です。ドーンはい、これ何でしょうか。クイズの回ではないんです。実はこれオクラなんですね。すごいね、懐かしいんですよ。僕が実は自家採取を始めたのはですね、一番最初に育ったオクラが15センチしか育たなかった。まさにこんな感じ。これ2つもついてるので優秀ですよね。僕が育った時は確か15センチだと、この辺に1個この実がこうあってですね、このオクラちょっと見てみましょうかね。いきますよ、これ切ってみて、これわかります、もうほらほら、この中にほら種が、これがオクラの種なんですね。すごい懐かしいです。実はですね、このオクラはわからないですけど、僕が初めて市民農園で育ったオクラは15センチしか育たなくてですね、それが次の年に撒いたらですね、2メートルを超える大きな大きなオクラになったんです。別に特別な土作りしてないです。当時は本当に耕しもせず、肥料も入れず、粘土団子に入れて撒いたり、穴開けてインディアン方式で種撒いたりしただけなので、多分ほぼ土は変わってないと思います。ところがドーンって大きく育ったんですね。何が変わったかっていうとですね、この種が変えてくれたんだと思うんです。多分オクラって本来はこれぐらいまで大きくなる、もっと言えばこんなに大きくなるアフリカの野菜なんですけども、たった15センチのオクラにお母さんはしたんですね。それは何かっていうと、多分この種をね、充実させるためには自分の体の大きさを大きくすることよりも、精一杯この種にね、遺伝子的にここで来年育つためには養分貯めとけよ、もしくはこういう風に育てばいいんだよってことを記憶させたんだと思います。ですので、ここで生まれ育ったオクラは買ってきたオクラと違って、ここのことを僕以上に知ってるわけですね。お母さんから教わってますから。その種がここに次の年に落ちる、それは非常に自然なことで、その去年育たなかったオクラがこういうところだって知ってたのでお母さんから教わってるので、ゾーンって育ったんだなっていうのが、僕がね23年ぐらい前に家庭菜園を始めると同時に、自然農法を始めると同時に自家採取が始まったんですね。で、実際にオクラは良かったんです。種取れましたし、硬かったってことはよくお話ししてますけども、他にオクラが咲いていないので混ざらないんです。ところがですね、ここにあるブロッコリーとか白菜とか油中の野菜は虫によっても風によっても花粉が混じっちゃうんですね。菜の花って同じ時期にわーっと咲くじゃないですか。それで遺伝子的にも近いので混ざりやすいんですね。そうすると、今年取ったブロッコリーの種はもしかしたらキャベツっぽい、ケールっぽい、もっと言えば違う野菜になっちゃうんですね。これが交雑っていうことなんですね。ですので、今回ね、自家採取入門講座をオンラインでやってるんですけども、そちらではこの種を取るときに交雑を防ぐ、もっと言うと品種を守る、そういったことをね、勉強する会を設けてみました。もし興味がありましたら概要欄に詳しく書いてあるので見てください。種苗法もね、改正されて、これから種がもっともっと大切になってくる時代がやってきました。ですので、ぜひね、皆さんね、種が混ざりやすい赤受粉っていうんですけども、そういったお野菜を取るときにはぜひね、気をつけて種取りをしてみてください。皆さんが家庭菜園を育てるときに、自分の畑で取れた種がまたそこで育つと非常に育てやすくなるので、ぜひね、そういったことは気をつけながら自家採取やってみてください。それではまた、ありがとうございました。